筑前期に一気に長文が読めるようになる英語勉強法を紹介します。今回は時間が迫ってる受験生が英語を勉強するときにどういう風にしていったら効率よく勉強できるのかを紹介します。共通テスト対策として解いたときでも、二次対策の問題解いたときでも、私立洗顔の人でも、どんな方でも当てはまる方法になっています。このポイントを押さえてるか押さえてないかで大きく変わってくると思うので、しっかりついてきてください。動画の後半では今回紹介する方法をやるにあたっておすすめの参考書を私が実際に使ってた方法と一緒に紹介していくので、ぜひそちらを見てってください。こんにちは、くらです。直前期の英語の勉強法として、まず絶対皆さん念頭にあるのは、本当に時間がないことだと思うんですね。もう1分1秒が大事だと思います。なので、その大前提を踏まえた上で、今回は勉強するときのポイント3つお伝えしていきます。まず1つ目が、ただ問題をたくさん解くだけではなくて、しっかり自分の今のレベルと志望校のレベルを考えた上での問題の難易度で、かつ内容もしっかりいいものを選んでいく必要があります。時間がもうないので、問題を解ける数自体ももう限られてくるじゃないですか。なので、ちょっと闇雲に何でもいいからとりあえず解けっていうのはおすすめしないってことです。次、ポイント2つ目は、解いた後にそのままにせずに、吸収できることをもう余すことなく全て自分のものにして、そして次に活かすことです。まず絶対に押さえないといけないのが、単語熟語、構文、あとは知らない表現。次に解釈の部分ですね。構造分析として SVOC ちゃんと正しく取れてるのかとか、一文一文の構造をちゃんと全部分かってるかどうかですね。これもしっかり確認しましょう。そして文章内容をつかむ上で大事なところはどこなのか、それと別に問題を解く上で注目しないといけなかった箇所はどこなのかっていうのを、これもしっかりさせましょう。そのためには言い換え表現をつかんだり、逆説に注目したり、具体と抽象を見分けるとかですね。この辺さらって言ってるけどめちゃめちゃ大事です。次、ポイント3つ目は音読をしまくることです。さっきポイント2で挙げたいろんな項目の復習をした後に音読を繰り返すことが大事です。目安は各文章ごとに5回ずつですね。まあ5回ってさらって言ってるけど、結構長文も長くなってくると思うから厳しいとは思います。難しいなとか、これは定期的に読み返したいなと思うものは印つけたりとかしといて、何度も読んで自分のなんかうまくいかない時にはこの文章に戻るみたいな、そういうお箱みたいなのを作っとくのもおすすめです。でその時にできれば音声がある方が耳からも入ってきて、そのスピードについていく練習にもなるし、同時に英語のリズムや発音にも慣れていくのでより良いです。ここまで挙げた2と3のポイントは全て速読にもつながります。なのでここで私が言いたいのは、量をこなすだけではなくて質を上げていかないといけないってことです。やる問題にしてもそうですし、それを解き終わっても案外さらっと終わっちゃってて、やったけど実はそれが得点アップにつながってないケースっていうのがいっぱいあるんですね。もしくはその一つ解いたものでもっともっと良くなるよっていうのを伝えたいです。まあ正直結構甘いなと思う人が多いです。やっぱり今回このいい問題に触れる、復習の時に文のわからないところをなくす、音読をするっていうポイントをめちゃくちゃ押さえてる参考書を紹介するんですけれども、それが関正夫先生の英語長文ポラリスシリーズです。これは標準、応用、発展レベルの3種類があって、標準レベルは共通テストとか中堅次第レベルで、応用はマーチレベルの対策で、発展は早慶とか難関国立を目指す方向けとなっているので、どの志望校でも自分に合うものが見つかるかなと思います。ここでトピックとかも入試でよく出てくるテーマとか問題が選ばれてるので、いい英文に触れられると思います。なのでポイント1で挙げたように、問題数は12題ぐらいでそんなに多くはないからこそ、厳選されたものを効率よく解いて実力アップにつながるのかなと思います。しかもなぜこのトピックが大事なのかとか、この英文を選んだのかっていうのも説明してくれてたり、予備知識とかもいっぱいつくのでやりがいがすごくあります。次にポイント2で言ったことなんですけど、この参考書は一文一文に全部 SVOC が振ってあって、約もうその下に1行ずつ日本語訳がついてるんですね。なので非常に復習がしやすいです。普通こうやって英文読んでいって、なんか訳とこう照らし合わせるだけでめちゃくちゃ時間かかるやんか。私はそれでも見直しにめっちゃ時間かかっててんな。でもこの参考書はもうほんまに理解しやすくって、復習が効率よくできて時間短縮になりました。この参考書でも難しいって聞くから、自分で理解できるか不安やったっていう人でも、レイアウトもカラーで分かりやすいし、そうやって一文一文ほんまに丁寧やから、解説が挫折はしにくいかなと思います。で最後のポイント3なんですけど、私がこの参考書の一番いいところでもあると思ってるんですけど、それが音読用の白文が載ってることです。テキストにいろいろ書き込んで自分が理解しやすくなってると思うんですね。初めはそれを音読していくのでいいんやけど、いざわからん単語を下に書いてるとか、途中でスラッシュとか入ってる文をずっと読んでると、それで理解できてても何も書かれてない状態やったら、自分ほんまに理解できてるんかっていうのが不安になると思うねんな。そんな時に慣れてきたら白文で音読するのがおすすめです。でその音読する時のポイントが、構造を理解して内容を前からスラスラ取っていく
って読めるようになることです。なので白文でね、これが難しかったら構造分析全部してくれるページに戻って読めばいいし、すごくやりやすい構造になってるなと思います。さらに音声をダウンロードできるので、ネイティブのその喋ってくれるやつでその速さになれることができます。確か実際に入試問題で読む理想のスピードで読まれてるかなんかなので、相当いい練習になりましたね。私はその音声聞きながら一緒に読むこともあったし、もうめちゃめちゃ音読して慣れてきて覚えてきたら、その音声だけ聞いて文章を聞き取って内容を理解するみたいな、そこまで持っていけるように聞き込みました。正直ここまで来たらだいぶ英語力上がります。音声の速さで理解できるから、その理解するスピードもめっちゃ上がるし、リスニングの練習にもなります。なんでかっていうと、一つ一つの単語が分かった上で、それが繋がったりしててどういう発音になるのかっていうのが自分の中にストック溜まっていくので、本当にリスニングでもだいぶ聞きやすくなりました。私は復習する時の意識の問題で本当に大きく変わってくると思うので、今回紹介したことをしっかり頭に入れて勉強に取り組んでほしいです。今回紹介したことは当たり前のことが多かったかもしれないんですけど、その当たり前を徹底できてる人ってほんまに少ないんですね。しかもそれを徹底できた人が結局合格できるんですよ。なのでここまでやり込むのが長文が飛躍的に伸びる英語の勉強法でした。では次の動画もお楽しみに。さよなら。シュッ。